アチョがついに新アチョ判決、新アチョの判決が、やばいやばい、いいよいいよ、もう真っすぐいて、新アチョがですね、なんとですね10ヶ月4年執行猶予です。10ヶ月4年執行猶予、新アチョ、新アチョ速報です。10ヶ月4年執行猶予。みどりさん妄想してんじゃん。実刑じゃなかったっす。あ、みどりさんお疲れっす。あ、見てました、みどりさんも。あ、判決聞きました。あー、まだ地区まで行きましょう。もふざけんなよ。足立区まで。え、待って待って。え、待って、村尾さんってあれでしょ、だって葛飾でしょ。江戸川だよ。江戸川区で。全然違う。全然違うわ。俺、村尾さんこっち側だと思ってた。ダメ。村尾さんこっち側だと思ってた。全然違え。なんだ、足立区まで。新八丁、10ヶ月、4年執行猶予です。10ヶ月の4年執行猶予。だって最高が5年でしょ、執行猶予、うん、あ、厳しいね。4年の今執行猶予もらったってことは9年耐えなきゃいけないってことだね。9年どういうこと。だから約10年だね。え、なんで。だ、執行猶予が切れてから5年未満はまたダブル執行ってありえないから、うん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 、だから今から10ヶ月経って、10ヶ月、5年経ってか、今から5年経って、うん、そっからもう4年経って、そっから5年経たないと執行猶予の権利がもらえなくなるから、今、ああ、そっか。ダブル執行はないから、うん、基本的に。だまたやらかしたり、暴行とかでも持ってかれたら、執行猶予だからもうその場で。え、そのまま10ヶ月プラス。10ヶ月プラス何かの刑になる。うわぁ。無理やん。もしくは実刑、執行猶予が切れたとしても、次は確実に実刑。執行猶予が切れてから5年以上経たないと。なるほどね。現場の大手からの速報です。10ヶ月執行猶予4年。俺なんか抽選外れでさ、変な法廷入ったらさ、中国人だよ。何喋ってかかりゃしねえよ。やばいっすね、でもね。いや、暇だからさ、俺帰ろうと思ったらさ、中村くんの荷物、そういえばもう俺携帯とかも車の中だから、あ、そっかそっか、帰れねえと思って、わけわかんない。でも一瞬で終わったでしょ、でも。うん。すぐ10分で終わると思ったから、他の法廷入って待ってたら、中国語でわかんない。あ、有罪、有罪。うん、有罪。懲役10ヶ月、執行猶予4年。だから4年間なんか悪さしたら、もうそのまま実刑行く。で、そういうことだよね。そう、一応、だから懲役刑は懲役刑だから。懲役だから。4年です。だ、海外も行けないよ。あ、そっか、もう海外も行けないんだ、うん、行けないよ、懲役食らってるから。必ずなんかやらかす。あとアメリカ、そこはありがとうございます、お疲れ様。あとアメリカ本土は行けない。アメリカ本土も行けない。海外も行けない。アメリカ本土も行けない。あとイギリス、いや、イタリアとかも行けないね、これね。中南米とか、あ、じゃなかったけど、アジアとかも行けないでしょ、もう。中、あの、タイとかさ。あ、タイはいける。あ、タイいけんの？執行猶予でも？執行猶予中はいけない。あ、執行猶予中はいけない、うん。切れればいける。あ、切れたらいけなくなるのは、そのイギリスとかアメリカってこと？切れても。うん、そう。一応実刑だから。あ、ゲームローさん、思いが、思いが、アラブの石油、ビゲストトップトップワン、いっちゃありがとう。何それ、今そんなのあるの？ドンツクラスペイ。何、そういうのあるってどういうこと？そんなエフェクターあんの？あ、そうだよ、そうだよ。めっちゃすごくない？すごいね。執行猶予ね、10ヶ月執行猶予ね。まあ、実刑じゃなかっただけよくない？でも。いや、10ヶ月だったら俺だったら勤めちゃうね。懲役食らった方がいいの？俺だったら、うん。だって刑務所入ってる期間。4年、4年。だから5年マックスだから4年きつい。4年って結構あるよね、でも。あるよ。4年ってまあまああるよ。生殺しだよ、結構、うん、4年間じゃあなんか本当に悪さでも何でも、まあ、警察沙汰みたいなの起こしててもヤバいってことだよね。うん、リスナーさんからしたらもういつかやるだろうっていう、また楽しみが一つ増えたね。
原型もつかないで。二形持ちっていうのも面白いよね。やばい、でも相当悪質だと思われてんだろうね、だからね。うん。うん、だってあそこの、俺、中の人に聞いたんだけど、あそこって、凶悪犯罪とかをよくやる部屋なんだって。うん、で、盗聴とかを防止するように手荷物全部預けられたでしょ。うん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 。あれ、そういうボイスレコーダーとか取られてないように、すっげえ厳しい部屋なんだって、うん、あそこ。はいはい。中の人に聞いたから、それは間違いない。なんでこんな警戒してんの？聞いた。なるほどね。うん。暇だから。いやー、これは結構もあれだったんじゃないの？野鳥にとっての4年。きついよ。緊急判決だね。うん。もうそのまま、即時、なんかその場でなんかやったよ、すぐに。だからすぐ入りたかったの。もういきなり回転して主文って言ったでしょ。言った言った。うん。判決を言い渡すっていう。判決を言い渡す。なんだ、被告人は前っていう。でも、で、10ヶ月4年、執行猶予4年って言った瞬間、もう出てった俺。3人ぐらい出てきたね。多分あれマスコミだね。すぐ電話。マスコミだと緑さんでしょ。多分。うん、緑さんとあともう3人出てきた。うん。中村君の前に。5分10。この後、民事もある？もう、うん、結果だけ聞いてきた。もう、結果だけしかいらなくねえと思って。グミちゃんいなかったよ。グミちゃんいない。グミちゃんいない。いやー、あっちょの包丁なのになんで中国人の包丁しない。あー、マジで。ありがとね、抽選券。抽選券くれた方だわ。抽選券くれた。言わない、言っちゃダメだよ。別に言ったところでさ、もう何もなんないよ。まあ、もう、もう終わったことだし。終わった話だけど。うん。あれ、なかなかあれ、バレなかったあれだけど、うん、後ろでバレてたやついるからね。え、でもそいつ入ってきてたよ。いや、取られてたよ、券。いやいや、あれだったよ、入ってきてんの、またマジで。うん、いや、じゃあ正面からどうぞ。実刑、あ、違う違う、あ、懲役ね。あ、懲役。間違えた。普通にこれミスだろ、単純な。慌てすぎだよ。慌てすぎた。緊急速報です。ってことは前から出てくるんでしょ？前から出てくんの？あれ、突貫連中は違うでしょ？え？だからあれ町でしょ？あれは民事かなんかでしょ？多分でかい会社の。ああ、そうだと思うよ。溢れ出る願望。懲役10ヶ月だったら無所に入らない。だから、なんて言うんだろう。実刑ではないからね、別に。執行猶予4年。長いですよ。長い。4年は長いよ。4年は長いよ。グミちゃん今配信終わって帰ったよ。執行猶予ってついてよかったって言って泣いていた。あ、そう？あ、そう。長いね。4年、4年、4年です。4年。執行猶予4年。10ヶ月で勤めたとしても、仮借とかがあるんだから1ヶ月ぐらいもらえるんだから。ものの半年はそこら辺待ってるみたいな話なんだから。そう、執行猶予マックス5年だからね。長いね、4年はね。長いよ。うん。新発注の執行猶予4年です。で、もし執行猶予じゃん、ね、執行猶予中に悪さしたら10ヶ月つきます。プラス10ヶ月と、うん。その、やった刑のあれでしょ。え、そしたらなんかもっと辛くない？二刑持ちになるからね。うん。え、確かに執行猶予持つのきつくね。きついよ。だってもう執行猶予中にやった瞬間もだってもう実刑確定なんでしょ。実刑確定でなんか罪を負ったやつプラスでなるんでしょ。え、もっと辛くなるじゃん。で、軽いやつでもじゃあなるってことでしょ。なる。わお。刑事処分を食らって起訴された時点でアウト。わお。まあ俗に言う弁当持ちですね。ああ、弁当持ちか、うん、弁当付きってやつ。10ヶ月なら実刑の方が楽なのかも。うん、ほんとそう。理想の。てかさ、今後さ、じゃあ、深夜中にさ、なんか悪、わざと、トラップ仕掛けて、やからもいるかもしれない。トラップ仕掛けて、じゃあ、示談金って言ってやってくれやからもいるってことよね。だから、
昔で言うさ、キャスバーみたいなところでさ、ちょっと帽子引っ張られたとして、あれも暴行罪になるからね。ああ、もう確定になっちゃうよね。そうそう、確定になっちゃう。示談し取れなければ。おでん仕掛けな。一番やりそうだよね。いやいや、やんないよ。だってそもそも絡めないからやっちゃうとね、俺ね。あの、ふわっちだからね。酒飲ませりゃやるから、絶対。ああ、やばそう。やばそう、マジで。酒飲ませりゃ。いやー、よかった。ね、剣くれるという人がいてね、本当にね。ありがたかったわ。速報ですぐ出せたしね。俺が一番早かったでしょ、多分。本当は二人とも外れだったんだよね。そうそうそう、二人とも外れ。で、包丁もらった。そう。俺、中国人。そう。一人、なんか、捕まってたやつもいたもんね。なんか、捕まってたというか、あの、剣取られたやつもね。うん、あ、みどりさん入れた。中村の足蹴ったやつはどうなったの？いや、そいつは知らん、今。どうなってるか。今、一旦保留、処分保留になってるから。そいつは。うん、あ、でも、そこら辺にいる人は出待ちの人もいるんだ。あ、多分、やっちょ待ちでしょ？多分、そこ、あそこにいる人たちは。新八丁町じゃないのあれ。マイケル・ジャクソンもいるもん、また。めっちゃ可愛い人いるじゃん。ほら。ほんとだ。スラーッとしてる。身長高くて。え、横山みどりが最速だったの？嘘！マジ？あ、そう、刑務所には入らなくなったけど、マジ、えぐいことになってる、今。ポストした？緊急速報、緊急速報。新八丁、懲役10ヶ月、執行猶予4年。どんとギブアップになっちゃったじゃん。うん、どんギブアップ。食材寄付？あ、おでがふわで最速ね。おでふわ最速だって。おー、やったじゃん。いいね。実験の方が良かった。いや、リスナーさんからしたら実験の方が面白いでしょ。酒のつまみになったでしょ。まあまあね。でも実験、お、新八丁、新八丁発見。新八丁だ。新八丁が前から来てる。新八丁が、新八丁前から登場。新八丁登場、新八丁登場。手振ってたけどね。手振ってた。意気揚々と、うんうん、この4年の辛さをもう忘れてるよ。シャバに出れたぐらいしか思ってないよ。うん、あの手の振り方は超満面の笑みだったから。うん、あ、ふわっちゃともやさんが最速ね。分かった分かった、もういいよ。おで2位だったみたい。しょうがないよね、うん、なんだよ。いやー、いいっすね。いやいや、でも、ね、あれだからね、ブラック。ふわ最速？うん。あ、お疲れ様だ！お疲れ様！あーちゃん。お疲れ様です。あ、だから転送とかなんかそういうシュインシュインシュインとかやってたのか。あ、そう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 。そういう系のやつだね。自分でな、やらし、やってんのかな。あ、そう、自分でやってるよ、でも今みたいに。いや、なんか別端末で。あ、別、そういうなんか。天然さん別端末でやってるよ。牛角にご飯誘ってあげて。いや、一生できんだろ。絶対できんだろ。あれ、一回言ってみる。牛角行かないっすね。やばすぎだろ。シアチ今さ、メンタルがへこんでるからやばいよ、今言ったら。ね、祝いでちょっと焼肉でも行かないっすね、牛角行ってる時に。あ、弁当は無罪と一緒？いや、無罪じゃない。これ、村野さん知らない？あの、TJ ファミリーだった人。無罪じゃないよ。れっきとした懲役刑だよ、うん。4年だもんね。4年はえぐいよ、4年は。うん、4年はえぐいよ。4年はきついよ。絶対きついよ。うん、4年だって4年悪さ、4年だって4年間悪さできないからね、こっから。4年間。じゃ、マルさんも、村野さん行くか。足立区まで。いや、なんでだよ。どっか最寄りの駅でいいじゃん。一本で帰れるところ。あの、そこ、霞ヶ関駅。あ、一本で帰れるの？もう一本で帰れる。千代田線だもん。千代田線一本。
手帳持ちなのにかわいそうやっちょ。関係ないでしょ、もう。手帳持ちとか関係ないよね、もうね。まあ、本人からすれば実刑よりは良かったんじゃないの。でももう悪さできないよ。できないね。下手なことできないよね、もうね。だって今まではさ、俺は、障害者だからって言って手帳をさ、なんか陰謀のようにかましてて、陰謀のようにしてたんだけど、もう無理だよ。次。もう軽いやつでももう、そのまま実刑だよ。保護観察つけばよかった。ねえ。あ、保護観ついたらめっちゃ重いよ。あ、そうなの？うん。執行猶予って保護観つけばめちゃめちゃ重いよ。え、イキリストついてたよ、保護観。あー、めちゃめちゃ重い。大体薬物系はつくよね。保護官付きの執行猶予って、ね、結構一番重いんだよ。やばいね、そしたらね。ふわっちで新薬庁映せないの？あ、映せない。あ、バンタが。うん、であんな感じでちょっと遠目からだったら映せない。え、保護官付くと巡視実行を破ると即実刑に変わるんだよ。そう、そうなんだよ。だから、ほんともう実刑の一歩手前だよ。やばっ。保護士のとこに行くとか、例えば薬物で捕まって尿検査拒否したりとかしたらもうそのまま連れてかれちゃう。あそれが遵守実行なんか決められるんだよ、裁判。直前に正面で踊って TikTok 上げてたのに弁当甘い。あれ見た？何？あの法廷のやつ。法廷のやつ何？新八子と大原誠二。ああ、出た。あれね。あれ見た見た見た。写真撮りたかったんだけど、撮影禁止だから、そう一応法廷番号のとこに、新八子と大原誠二。新八子と大原誠二って書いてあったんだよね、あれね。いや、あれ面白かったよ。法廷番号は4人だっけ？いや、落とす。マイケル・ジャクソン。緊急事態、危険。深夜チョコと大原誠二さん出発します。深夜チョコと大原誠二さんジープに乗って出発します。誰だ頭悪いの。ジープに乗って尾行する。尾行する。ジープ尾行する。マサヤンと一緒じゃん。マサヤンと一緒だよ。ジープ尾行する。尾行する。ジープ尾行。ジープ。ジープ尾行。任せろ。ジープ尾行します。ジープ尾行します。どこに行くのか。家で宿泊あげる。待って、家行くの。家行くの。ちょっと待って。家いいだなんて待って。やばいやばいやばい。宿泊あげるに行くぞ。頑張れ。チャカのドアスクロスかい。パパラッチ、パパラッチ行きます。パパラッチ乗ってる。飲まないよ。パパラッチ行きます。うわ、なんか
不可解な行動だ、ね、不可解な行動、運転減らすぞこいつ、不可解な行動です。うん、ちょっと待って。てめえ、俺のこと足代わりに使ってんじゃねえよ。村野さんは足しか使えねえだろ。くせえよ。行くぞ、むちゃかの。お前、久しぶりじゃねえか、こんなアクティブしてんの。そうだよ、やばいよ。行くぞ。行くぜ。深夜町追いかけろ。マサヤの車に行く。マサヤの車に行くぞ。絶対ハト飛んでんだろ、もう。行くぜ。マサヤ何やってんの。チームの。まあでもあれだったよ、深夜町無視してたよ。ずっとね、無視してたよね。無視してた。まあ、俺とかが手振ったら、手振り返してくれて。振り返してくれて、何って言って、あ、村野さんみたいな感じでね。やっぱ俺、黒髪と眼鏡かけてない、誰ですかって言われたもん。俺、深夜中。深夜中、あなた誰ですかって言われたもん、深夜中。で、俺、中村くんだよって言ったら、あ、中村くんって言って。レインボーやっちゃ封鎖できません。は？ジープのお姉さんが中村大嫌い、顔が気持ち悪いな。はぁ？なめんなよ、ババア。なめんなよ、ババア、マジで。ひどいね。それ昔から言われてるから、もう慣れてるんだろう。慣れてるね。何年も言われてるよね。お姉さん、小映え？じゃあ、絶対俺のバッグ見たことあるじゃん。あの、金映えさんのこと、な、ね、誰よりも追ってるからね、俺。てめえ、あい、ね、あいつの、そいつのね、教えろよ、アカウントブロックしやっかや。ゆっこ膨張してたよ。すげえ不細工だったよ、ゆっこ。いや、ゆっこすげえ不細工だったよ。なんかもう、ハト飛んでんじゃん、じゃん。え、でもさ、なんかね、深夜中いるから多分無理で配信できないと思うよ。え、でも TikTok さんぐらい言ってんじゃないの、スベラかなんか。だってスマホ買ってた。あ、そう、 TikTok やってんのかな。でもフワッチはフワッチで、あの、追いかけた方がいい、ダッシュで。ジープの女誰知らん。野鳥判決、懲役10ヶ月執行猶予4年。技研技研。ゆっこ野鳥の護衛してたけど、なんで知らん。懲役10ヶ月、執行猶予4年です。威力業務妨害罪。威力業務妨害罪です。家帰んじゃないのこれ。中野方面行ってるこれ。え、これ行ってなくね。え、これ帰ってなくね。だって帰るんだったらさ、新宿方面じゃん、絶対。これ新宿方面からめっちゃ離れてるよ。だって港区行ってないだ、これ。行ってるな。港区方面行ってる。だってこれ控訴されるかもしれない。え、される？控訴これで。いや、したとこで変わんないでしょ、うん、もう今確定でしょ、14日後には。ゆっこが犯罪心よかったね。だってだからゆっことかはバカだから、執行猶予がどれだけ面倒くさいかって分かんないんだろうね、多分ね。こ、うん、4年間だよ。ふわっちのイベント会場が六本木。え、まさやん、ふわっちのイベント会場からこっち来てるってこと？あ、それだったら六本木方面向かってるからどっかで曲がるな。うん、六本木方面行ってる。ゆっこずっと同じ服だよ。4年つらいよね。つらいよね、普通。つらいよ。4年辛いよ。簡単に4年って言うけど、まあまあ辛いよ。だってさ、あの、みんな狙われる4年間だからね、ここから。ね、違うんだよ、みんな。配信者だから。配信者から狙われる4年間だよ、ここからやっちゃおう。なんとか犯罪に巻き込もうと、犯罪に巻き込もうとされる4年間だよ、だって。え、捨て身でかかるやつもいるから、ね。英雄とかになるからね、ここから。すごい、ここ、東京タワー。
ねえみんな着せた方がいいよね。だから、マイケル・ジャクソンとかも炎上系なんでしょ。うんうん、そう。あんなのに食いつかれたら絶対めんどくさいことになるで。めんどくさいでしょ。外配信なんか絶対できないよ、絡まれるよ。うん、プラス4年だから。え、多分ふわっちでやってるの俺だけでしょ今。ふわっちでやってるの深夜中いたらできないもんね。大原トラップ過疎がしてる。え、だって今その過疎がしてるかもしんないけど、あ、友達だって友達さんいないじゃん。ないよここら辺にね。うん、いないよ、いない。てか群馬からわざわざ来てんのかよ。いや、すごいよ。だから暇人だよ。で、イグルマの、そうだよ、オリンピックだよオリンピック4年交通違反もダメあ、交通違反は大丈夫だよ。あれは大丈夫。あとはあの人免許持ってないから。うん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 。え、結果教えて。懲役10ヶ月、執行猶予4年です。執行猶予4年。え、絶対違うよねこっち側ね。横浜行ってないこっち。え、なんでこっち側行ってんの。だって新八丁の家から全然違うよ。中野でしょ。逆じゃん。うん、マジ真逆だよ。うん、いやだって新八丁の家自体知らないもん。新中野、新中野、あの新宿よりも向こう側で。ああ、中野坂上の方。そう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 。そうか。うん、中野側だね。ま、マジで逆。今向かってるところが、だってフェイの家の方面だもん。向かってる家の方面が。今赤羽橋の交差点だね。うん。マサヤンの駐車場に向かってる。マサヤンどこに住んでるの？マサヤンは。多分神奈川とか。あ、じゃあそっちの方面じゃない？うん、遅刻行ってっから。神奈川方面とかじゃなかったっけ。4年過疎確定。いや、深夜直が我慢できると思う。いや、できないでしょう。うん、できないっていうか誰かしらトラップかけてくるやつ。うん、絶対いるでしょトラップ。だってさ、女からさ、女がトラップかけてきてもうヤバくない？ヤバい。今女トラップかけられたらヤバいと思うよ。だって今なんて女の人がレイプされましたって言ったらレイプなんだから。まあ、やっちょに酒は4年経たないと絶対に食らうよまた。いやー、しきちゃんとかトラップかけそうじゃないあ、やりかねない、ね、うん、しきちゃんとか、しきちゃんとかがめっちゃトラップかけそうだけどね。配信だったら平気で手のひら返す、返しそうだからね。うん、返す返す。しきちゃんとかめっちゃ返すよ。やりかねないそれは。怖え。横浜まで行くんだったらもう帰ろうぜ。マサヤンとこ行くんだったら。確かにここにいるのしんどいね。でしょ。しんどい。帰りたい俺も。ここまでやったら十分だろう。来月やる。こっから最寄り駅どこだ俺。血を出すね。全然違うとこ来てんの俺。全然逆方向。逆方向だよねこれ。全く真逆だよ。全く真逆だよねこれ。やばいよね。あれ、通り道にさ血を出せないの？ないじゃん。戻った方がいいじゃん。どうせ俺も戻るんだし途中まで。うん、暑い中電車もめんどくさいじゃん。混んでるし。判決出ました。戻るか。戻ろう。めんどくさいわ。うん、もうあとはマサヤンがなんとかするでしょ。ああ、いや、やっちょの尾行は他にはいないよ。いない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 。あ、お、曲がったぞ。変えたぞ。もうそれこそフェイの家方面だ。こっち曲がるとフェイです。ビバリーで。ビバリー行くこれ。いや、マジビバリー方面に行くんだけどこの人え、ガチビバリーなんだけど。え、ビバリーこの辺なんだ。あ、ビバリーだからここ曲がってって、うん、ずーっとまっすぐ行く感じ。うん、あの品川方面だから。あれ、ビバリーまだ住んでるんだっけ。いや、もう住んでないよ。あ、住んでないの。うん、もう住んでない。え、やっちょの家行くってさ、この人キチガイなの。
だってさ、新中野全然違うよ。全く横浜方面向けて、横浜方面に行ってるんだと、この人。それが群馬だ。ここまでこっち来てるんだよ今。だから本当はこっち上側に行かなきゃいけないのに下側行ってんだよこの人。下側。え、止まった。このジープ。止まってない。群馬ナンバー。マサヤンの車に乗り換えてやっちょの家。マサヤンがどこかだよね。マサヤンが。だって神奈川でしょ、うん、だったらあのまま真っ直ぐなんだよ。乃木坂まで行ける？こっから六本木通り分かる？六本だったらさっきのとこ右曲がるだろう。六本木方面だったのか。なんでこっちまで来て曲がるの？うわー、ワーターセイク、お前がアルムの席をプリケンスタートトップ誰？うわー、よっちゃんどうしてください。お疲れさ、執行猶予ついた。執行猶予4年です。執行猶予4年。ここね、まっすぐ行ったら麻布なんだよ。麻布十番なんだよ。だからそこを右側曲がってもらって、ずっと六本木通りまで、ね、行ってもらって、左曲がってもらえば最寄り駅大出が。なるほどね。うん、そこでいいじゃん。いいよ。でももうちょい追ってみる。追ってみる。あ、全然いいよ。あ、そっか、六本木行くじゃん、こっからだから。六本木行く。とりあえず六本木方面には向いたから。うん、でも、右側行ってないのもおかしいしね。おかしさっきのところで右曲がるんだったら、うん、俺は六本木なんだなってわかるけど、うん、なんでここまで来て。長いよ。長いよね。意味がわかんない。長いよよね。ほら、あれ六本木ヒルズだからね。あります、あそこ。いや、俺も実刑と思ってたけど、まあでも、実刑10ヶ月の執行猶予4年は結構長いんじゃない？やばいと思うよ。いや、交通違反だったらぐらいじゃセーフなんだって。これまっすぐなんだ。あ、やっぱ六本木じゃん。六本木。うん、六本木方面だね、これ。曲がるか、もう。曲がる？どうする？まあ、ちょっとついていく。あ、乃木坂行けるしね、まだ全然。いや、1年だったらもう確実執行猶予だな、みたいな。4年もおとなしくできるわけの前に、これはもう、配信者たちが、深夜っちょトラップ仕掛けに行くんじゃない？そういう話になってる。4年だったらもう早速ね、ミュウツーが年齢のことずっと言いまくって、なんか挑発してた。ミュウツー、ね、あれだからね、粘着力強いからね。敵に回して大原チャレンジ始まるよ、これ。大原チャレンジ、そう、結構えぐい人。配信つけるとちょっと気違いになる人だよね、あの人ね。配信外は普通なんだよ、ミュウツーって。配信外だとミュウツーさん普通なんだけど、配信ボタンをつけるとマジ気違いになるからね。そう。で、嫌いな配信者はとことん叩くからね。そう。粘着するからマジ。えぐいから。いや、そうだよ。普通なんだよ。配信外は。配信外はめっちゃ普通なのね。眩しい。眩しいわ。仕事で離れた。おで、あ、できました、できました、できた、できた、傍聴。で、もう速攻。ふわっち2番目だって、俺。ふわっち2番目。そうで、まあ懲役10ヶ月執行猶予4年っていうのを、まあ、出しましたね。イキリも執行猶予耐えてるよね。なんかイキリなんか保護観察なくなったらしいよ、途中で。あと残り2年ぐらいで5年かな。うわー、お前がアラブの席をビルゲイツのトバックトップワーンと。あ、じゃあいないとやってくれたら作ろうはい。先にやっちょの家に行っててって言ってたよ。俺もフラッチつければよかったな。やばい、ブラウさん。先にリスナーの家に、今リスナーの家に家バレるから ついてこないでって。いや、途中で曲がるっついて。うん。めんどくせえから。知らねえよ。え？
威力業務妨害で執行猶予を4年もついたのは累犯だからもうありそうだよね。あ、絶対あると思うよね。あ、だからもう向こうでハトが言ってんじゃないの、もうなんか謎ハトが、うん、多分俺自分しか映してないけどね今ね、後ろついてきてるよみたいな。先に新八丁の家向かって、いやもう俺たち帰るよ、帰る帰る、安心して帰る、うん、今乃木坂向かってる。いやもう秋葉とかそっちの方でもあれでしょ。うん、だって絶対こんなとこ曲がんのとかおかしいでしょ。あ、ここら辺なのか家。あ、分かったわ、分かった分かった。あ、ここ曲がるのね、ここ曲がるのね。あ、分かりました。はい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 、大体ここら辺に住んでるっていうのが分かれば。お高いとこに住んでる方でね、お高いとこに住んでる方で、お高いとこに住んでる方でね、麻布十番のここら辺でね、車持ってジープね、でも群馬ナンバーで車庫飛ばしですけどね。うん、あ、でもね、ここら辺に住んでる人ね、もう大体ね、なんかあーって感じだよね。うん、あ、そこら辺に住んでるんだねって。じゃあ乃木坂行きますか。いや、秋葉とかなんか途中まで送ってあげる。あ、送ってくれますか。うん、せっかくだ。まさに金持ちリスナーの女の人らしい。あ、あれでしょ、だから実家の本みたいなもんでしょ。いや、どうなんだろうね、土地持ってるとかそういうので。でもここら辺に住んでる人たちはね、西麻布で働いてるラウンジ場で大体。へえ、群馬の金持ち、ここら辺に住んでるのは大体そこら辺の人だね。こっち来る？え？こ、なんでこっち来んの？やっちょが乗り込みに来る？中村バーニス、なんで？帰るって言ってんだろ！帰るって言ってんだよ！帰るって。戻る？乗り込んでく、バーニーさせる、乗り込んでくる。いいよ、やっちょんちで遊ぶみたいな。そういうこと。中村の枠で。バーニーさん、中村探してる？ちょ、待って。どういうこと？向かってる？中村探して、帰ってるってもうすでに俺。中村どこって？やっちょんち。マサイハンバーン。やっちょんちって言ってたからもう待って。どういうこと？なんで俺が逆に追いかけられるの？ここで待ってる？ここも結構有名なとこだよ。向かってます？向かいます？ちょ待って、待ってる？警察呼ぶぞ。バンジーさせるぞ。どういうこと？何が起こってる今？いや、止めるったって止めるとこねえぞ。え、ここら辺全然止めれるよ。ここら辺全然。いや、バス停とかになっちゃうかな。とりあえず止まれよ。ちょっとなんか牛角行くか、新八丁。やばい、本当に止まってる、この人。いや、だってバンにするんでしょ。え、ちょっと待って。的かけられてる？後ろから来てるってこと、これ。何、新八後ろ来てる？来てないよ。来てないよね、ジープ。うん、来てない。群馬。群馬来てないよね。あれは違うな。中村くん、牛角でご飯食べよう。そうそう、俺ら多分牛角入れないよね。全店できんじゃないの、普通も配信者は。配信つけてはまずいでしょ。うん、まずいと思うよ。うん、これ懲りてる。チャレンジするか。チャレンジャー。ゼウスを、いや、深夜ちゃんも殴ったりしないもないと思うよ。深夜ちゃん殴んないよ、普通、普段。あんなもう、調べの状態で。どうこうって、だから、あそこの道をもうずっとまっすぐ行ったとこだって。曲がってるでしょ、途中。ねえ。ねえ、近く大使館のところじゃない方だよ。え、全然来る気配ない。え、もう、ミュウツーとコロアキさんが、うん、新中で待ってんだって。はい、うん、もう待ってるらしいよ今。あのミュウツーとコロアキさん
もう新中野駅向かってるって、もう先回りしてる。ていうかどんだけ見てるリスナーさんもすぐあっち左こっち大変だね。すごいよもう今す。あのね、でも TikTok はあのふわっちとあれができるの、あの窓ができるのよ、二窓が。あ、そうなの。そう、二窓ができるんだよ。へー、だってミュウツーが連れでしょ。うん、ナナちゃんに絶賛拒否されてる。あ、そうそうそう、あのこいつがあのお金を借りては飛んでる、あの寸借詐欺師。へー、こいつこのゆっこ50万借り飛んでんだよ。いいよ、50万からでずっと飛んでる。分割でもいいから。中村くん年齢公開罪マジ？え、中村年齢公開罪マジってマジ？俺言ってないっすよね、年齢は。年齢言ってないっすよ。まあ、言わずとして皆さん知ってるでしょ。うん、言ってないよね、だってね、俺ね、おでんね、言ってないよね。もちろん言ってないよ。うん、俺ら今ね、フレンドリーにテーブル。大原誠二さんって言ってしか言ってないよね、俺ね。うん、だから年齢近づいていっちゃダメ。怒られるから。結構敏感だから。敏感だから、ほんとに。年齢だけは。中村新八に警察呼ぶとかって言われて、いや、ここに、俺らが来てさ、あいつから、あのね、新八から来て、警察呼ばれるって意味わからんすぎるよ、それ。どんな状態だよ、そんな。いや、もう嘘ハートだろ、もう来ねえよ。来ないよな、これ。もう、やめるか。でも、ゆっこが追いかけてるとかって言ってるけどね。どうなんだろうね。言ってないよね。え、それが、その、あ、じゃあ、ジープの女の子はユッコって人は違うのね。あ、ジープの人は分からん人。なんか俺のことブサイクって言ってる。おい、てめえ、アカウントのさ、教えられ、これ。あ、ユッコが多分ね、虚言また早きに来たね。さっきね、釣られたじゃねえ。うん、50万、詐欺って、そのままね、飛んでる、ね、バカがよ。ダメじゃねえぞ。誰から借りたの？え、だからいろんな人。もし、あの、もう、あちこちつまんなの。そう、あちこちからつまんでるんだよ。こっち、右だね。そう、寸尺して、寸尺。しかも、それもね、一部、アキコママに、アキコママからさ、それも、その、立て替えてもらってんだから。なんでフワッチってそういうの多いの？わかんない。なんかちゃんとした人はめちゃめちゃちゃんとしてる人が多いイメージだけど、ちゃんとしてる人はとことんちゃんとしてないよ、ね、そう、ゆっことかは、全部お金を借金とかして、それをアムチンとかに使ってるのよ。アムチンとかに。うん。遊ぶ金あって返す金がないっていうのは、道理が通らないね。道理通らない。あのね、遊ぶ金のために借金してんのよ。遊ぶ金、だから遊びたいから借金してんのよ。やっちょの家に行くってマサヤンキャスしてる。あ、今から行くらしいよね。俺はもうね、撤収です。残業なんで僕今日は残業いっぱいしましたんで、中村くん残業いっぱいしたんで今日はもうやるとしたら夜にちょっとやるぐらいかなっていう。今から乃木坂行って帰る。俺のいつものね、マイロードだね。お乃木坂行って帰る。ホスト、そう、ホストも行くし、なんか若い男に金ある自慢して、なんかやるんだよ。おで、整形に行きます？あのね、キムキムさんに頼めばね、ワンチャン行ける。整形。鼻の整形ね。キムキムさん、まあまあ、その美容整形みたいなのしてるからさ。あの人。やるか、鼻。うん、100万かかるらしいよ、鼻。この美欲っていう部分を切除して、まあ、綺麗な鼻にするのには100万かかるんだって。聞いただけで痛いよ。ダウンタイムとかやばいんでしょうね。まゆちゃんでも4回ぐらいやってるよ。鼻の整形気に入らなくて。100万だからそれだけで400万。マイケル・ジャクソンみたいになっちゃうよ。ニンニク好きなのに。中村、ジープの女誰だった？でもね、なんかその、まあ、年いってるんだろうけど、まあ、若作りしてるんだろうなっていうおばさんだね。うん、あの、すごい若作りしてるおばさん。俺よりは上っぽいよね。うん、あの、マルアナさんと同じぐらいだと思うよ、でもあの人。そ
そう、俺より、うん、まあでも同年代だけど、まあ50ぐらいかなって感じがして、うん、村田さんと多分同じぐらいの人。あ、マサヤの囲いなの。絶対あいつ俺のこと見てるんだよ。なんでか分かる、小映えなんだって。金映えリスナーだって。金映えリスナーさんなんてさ、全員俺のこと知ってるわけじゃんね。俺がさ、常に金映えさんが死にそうになった時すぐに俺行くんだからさ。あ、ゆっこの加工なし取ってない、やばい。そうだ、忘れてた、ゆっこの加工なし取ってないわ。ゆっこの加工なし、やべえ、やった。執行予中にやらかすと思います。思います。絶対やらかします。ここの建物消えたんだけど、みんな。ちょっと待って、これまっすぐでいいのかい。右、青山方面。あ、やばい、これあれかもしれない。これ右だよね。大山方面行った方がいいよね。うん、青山方面の。執行猶予ねってだいぶ長いですね。長い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 よ。相当悪質な右だね。あの悪質って、取られてるだろうね。でもね、いやー、狙うよね。狙う配信者多いんじゃない。ミュウツーとかさ、ミュウツーとかさ。ミュウツーは食いつくね、多分。なんとか新野町さ、ちょっとでも悪い有罪、煽りまくると思うよ。有罪刑にしたいんじゃない。新野町に空気入れて、今やらなきゃバズらね、声の中からコメントしたらブロックされた。うわー、なるほどね。いや、捕まったらやばいよね。でもね、捕まったらやばい。で、しきちゃんとかも狙ってくるんじゃない、新野町のこと。しきちゃんとって付き合ってたんじゃないの、言ってだから。しきちゃんは、しきちゃんとかエミタルとかルイージとかは多分狙ってくると思うよ、新野町の執行猶予ね。喧嘩別れみたいな感じ。違うよ、違う、違うんだよね。一時めっちゃ仲良かったじゃん。俺付き合ってんのかなと思った。違う、仲良 よ、あね、あそこら辺は仲良くを見せてるだけ。しきちゃん、新野町、ルイージ、エミ太郎、あそこら辺は、あの、仲良く見せてるだけなんだよ。そうなんだよ。あそこら辺は仲良く見せてるだけで、なんていうの、配信、もうバチクソの配信能なのよ。そう、それは知ってる。だから、新野町を、もう捕まえさせようとする。マジで。これマジだからね。怖え。いや、怖いよ、マジで。俺だったら詰めに行くね、それだったら。うん。でも頼むからムショ入れてくれって言うよ。ワンチャンエミ、ワンチャンエミ太郎とかさ、ね、レイプされたとかって言ってくるんじゃないあれ。そう、暴行罪とかね。それだったら俺刑事。新野町仲良くて、飲ませて、あ、多分ね、六本木通り左だから、もう多分左がいた方がいい。左側に。怖え。怖いよ。怖え、これ4年絶対やられないよ、俺。エミ太郎、ルイージ。エミ太郎、ルイージ、虐待配信でバズってた。まあ、それも狙いだろうね。うん、それも狙いだと思う。狙いだと思います。エミ太郎は言いそう。エミ太郎と四季は絶縁。だから、違う。新野町と仲良くするために、仲良くしてるっていう体で近づくと思うんだよ。四季ちゃんとエミ太郎は。あと、ルイージもね。やってくるよ。やってくる。絶対やってくる。多分あそこを左だと思う。新八丁のお家。いや、秋葉方面にいいんだよ、秋葉とかって。あ、違う、最寄り駅。あの、千代田線がある。乃木坂。あ、いいよ、もっと。電車で帰るのあれでしょ。え、千代田線あれだもん。俺一人で、あれすんの、あれだもん。え、嫌なの、帰りたくないの、一緒。途中まで。途中まで帰りたいの。あ、じゃあ、全然いいよ。え、じゃあ全然違う方面来てるわ。そしたら。じゃあ右。ちょっと空き場とかよ。うんうん。そう、じゃあいいなら全然いいけど。嫌だよ、この渋滞の中、俺も一人帰って。渋滞だぞ、こっから。そうだよ、俺。こっから渋滞だぞ。村田さん寂しいんだって。一緒にいたいんだって。ちょ、もう最悪下ろして、一人で いたいのかなと思って。違うよ。嫌だよ。それを先に言ってよ。
途中まで送っていくよ。それだったらさ、寂しいから。俺それだったら道違ったのに。だから秋葉でもいいよって言ったらさ、リスナーさん知ってるよ。俺秋葉ぐらいまでだと送ってあげるよってことじゃん。じゃあそもそも秋葉だとさ、あの帰り方すげえめんどくせえんだよ。怒らないの。だったら上野の方面まで送ってほしい。はい。湯島っていうとこがあるから、秋葉原のとこに、湯島がある。湯島駅が。じゃあそこにしよう。うん、その無隣村のさ、執行猶予4年です。イチャイチャするなよ。まあ、この方は、もともと TJ さんの右腕だった人だ。TJ グループ右腕。もともと。別称をチャカの、コルトパイソンを操る男、32口径コルトパイソン。なんか地下室があるとか、あの変な虚言を張れてチャカ持ってるとかって、そう、チャカふざけんなの。そう、おいたんの右腕。なんか4人ぐらい女囲って風俗に飛ばす、仕事が風俗に飛ばすとかって関東の人、そう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 。で、もともと山口とかにいらんだけどね、もともとは。いやー、こっから深夜っちょどうなるんだろうね。いやー、何年で捕まるかだよね。何年で、あの時刑務所行っときゃよかった、あの時さ、あの時刑務所行っときゃよかったみたいなねなるよ、なるよ。人間死んだりするよ、マジで。配信者からみんなから狙われてね。4年間あの人が引きこもるわけがないし。うん。あ、これ1年ぐらいだったらね、なんとかなるのかなと思うけど。でも、まあ、寝たら忘れるタイプなんじゃないの、深夜中。どうなんだろうね。だって満面の笑みだったからね、出てきたじゃん、感ね。まず酒飲むからアウト。飲んだらやばいよね、もう忘れるもんね、全部。もう飲んだらアウトだよ。飲んだら終わるよね。酒も4年経たないとダメだよ。スイッチ入るとやばいよ。やばい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 。やばい、絶対。まずいまずい。スイッチ入れちゃまずいよ。スイッチ飲ませるしかない。いや、飲ませる配信者いっぱいあると思うよ。ルイージ、エミ太郎とか飲ませるんじゃない。で、エミ太郎ちゃん殴られて、警察呼んで、逮捕。逮捕実刑。もうオチがそこまでできてるからね。部長やめた、配信履歴なし。え、なんで。バン。部長やめた、バン。さっきしてたよね。俺なんかさ、深夜中落としてたけど、全然なんか落とされないんだけど。もう俺落とされる覚悟でちょっとやってたんだけどね。ワンじゃない？やっちょ、もう次のイベントの話してる。あー、なるほどね。朝日奈に殴られた。軽犯罪でも実刑だから、だから軽犯罪で、あの、起訴されたらもうやばい。うん、起訴されたらアウト。うん、起訴されたらもうね、もう。もう起訴されたら 99.8% だもんね、だって、有罪ね。うん、あ、バンではない。やっちょ、いやね、ちょっとやっちょね、最近ね、やっぱ精神病を覚醒してるから、やばいよ。でもどうなんだろう。いや、最近、いや、違うんだよ。でもね、最近ね、絶対山田だわ、さっき書いてたの。山田が絶対書いてました、これ。山田の配信履歴なしって、絶対山田書いてた。俺がさ、そのコメント読んで、え、山田番なの？ A 番じゃないの？っていう話したら、あいつ配信始めた。多分、山田が絶対書いてる、そのコメント。山田が絶対書いてるわ。本人が書いてる、これ。本人が山田のそう履歴をがなくなってるとかって言って、え、バンなのみたいな話。そして山田始まったでしょ。山田だわ、絶対コメント書いたの。山田だ、絶対コメント書いたの山田。あいつのやり方卑怯なんだよ、あいつ。まんまとやられたわ。まんまとやられた。いや、これはやられた中村がある。汚ねえわ山田。汚いよね。しょうがないよ、それは。ねえ、かかっちゃったの。いや、かかっちゃった。山田の作詞にかかってしまった、私は。かかってしまった方が悪いよ。見抜けなかった。試しにフロックしてる。中村君が悪いって、それは。いや、もう先に埋もれちゃったよ、もう。
だいぶ前だもん、読んでしまった俺が悪いよ。あの NG コメントになってるのにわざわざ読んでしまった俺がダメだな。やられたわ完全に山田に。うん、だってあいつがさ、違う、あいつがね、なんか山田の、ね、配信の履歴がなくなったって言って、え、山田バンになったの、いや山田の検索できるよ、コメントできるよって。おい山田てめえ、売名しやがってこの野郎、人のアカウントのさ、あいつすぐ人のね閲覧取ろうとするんだよ。一本取られたね。本人しらきってるって。コメントしてないって、山田てめえこの野郎、意外に知らんてめえこの野郎。だってさ、その話ね、大体もう収束になりそうになったら、あいつなんか配信始めてたもん。朝日奈がどうとかって言って。臭いね、うん、臭いでしょ、明らか臭いでしょ。移動中だったから、あいつあれだよね、本当にタイミングさ、絶対山田がコメントしてるもんね。ちょろいな。うざいよな本当に。あのね、あいつそういうとこあんだよマジで。なるほどな。わざと俺もこうなの、あれふわっち配信つけるときに中村君のとこで、あの匿名でタメ聞いて、なんか村野がお前なんか吠えてるよお前のとこで、ね、そう、もう村野がやってるぞみたいなコメントして、えつらの来たって言って、うぜえやまだマジで。こういうとき撮ってくんだよまだ。もういいんだけど、配信終わるからさ、もういいんだけどさ。おでもやろうよ。中村が、いや中村のね、録画がなくなってるとってことで、コメント、匿名でコメント書いて、え、何どうしたの、え、本当なのって言って、その後すぐコメント、あの配信つけるんでしょ。やだよね、本当に。本当にやだよね、いやらしいよね。いや、キャスでもいるからね。村野さんがブチギレてるってコメント書いてきても、村野さんが山田にブチギレてるって。技研技研っつって閲覧取ったって言って、村野さんがブチギレてる。いや、ブチギレて、俺も勉強になったなと思って。今度俺もその作戦使わせてもらいますって。今度コルトパイソン32口径で山田打つって言ってるって言ってコルトパイソンで、ね、弟子になるわ。閲覧取り合いなんだよ。見にくいだろ、配信者の世界見にくいだろ、たかだか数百人取るのにこんな醜い争いするんだよ。やだよね本当に。配信者って700人、今何人見てんの。もう700人見て、あ、もう600人まで下回った山野のせいで。山野のせいで100吸われた、うん、100吸われた。300人400人ぐらい吸われた。山田に400人ぐらい吸われた。あいつに許せねえよな、マジで。笑うしかないよ、うん、マジ許せねえよ。山田マジでうまいよ。配信者だよ。配信者だわマジで。ザ配信者だよ。いや、ちょ、キャスで、いや、そうなんだよ。やっちゃね、ちょっとね、最近覚醒しすぎて、なんか意味のわからない、なんか同じような話とか、もうマジで意味不明な話とかを永遠とするようになっちゃったの。なんか X で暴れてたよね。X でも暴れてる。ここにいたい。深夜茶朝日奈対決。おで、山田枠コメントスルーされた。そうなんだよ、あいつ。自分の閲覧取られそうになったので、そいつのコメント無視すんで。あいつ、ね、無視するでしょ。そういうコメント無視するんだよ、あいつ取られたくないから。許せねえよ山田、あいつマジでよ。俺の予測、さっき突然部長山田、あの配信履歴がなくなったって言ったら絶対山田だと思ってるから、マジで山田だと思う。俺今後中村君と付き合えて、あの山田君と付き合いするわ。山田うまい。山田はでもね、あいつしたたかだよマジで。山田はマジでしたたか、あいつはノウハウを学んでくるから。ズルが、マジであいつズル賢いからね。本当にズル賢いから、山田に関しては。あいつふわっちのノウハウっていうのをちょっと、だいたいあいつ人に興味ないんだよ。人に興味ないんだけど、
14の時だけ人に興味持つ。あの、うんこと呼ばれる部分に関してはマジで、あの、興味持つ。ネタ、便乗ネタに関しては。なるほどね。でも、大してもそんな人のこと興味ないんだよ。味方になろうとは思ってない。味方敵とかになろうと思ってなくて、自分に都合のいい人間だけ周りに集めたから。山田朝比奈にグーパンされてた。朝比奈さんってまだ存在してるの？してるよ。全然良くなっちゃったの。アイテムのみ。こいつやばくねえ、マジで。自転車、自転車道路走ってんだよ、マジで。やばくねえ。自転車が道路走ってんだけど。警察止めろよ。捕まってる。あいつ警察捕まってるんだけど。あいつ。ダメだろ、普通に考えて。ダメだよね。外国人だ、あれ。外国人。外国人。ダメに決まってんじゃん。だってね、ここら辺は道路を、自転車道路で走んなきゃいけないんだから。大使館の人間じゃないの？だから見逃してんだよ。あ、大使館の人こいつ。そうそう、絶対そうだよ。うわ、外国人だ。うん、ダメなんだっけ？あの、ここはダメ。ここはダメ。左に分かればよかった。でも同じでしょ。同じ新橋方面だし。片言で言い訳してそう。ちょっと眠いよ俺も。夜勤です。俺夜勤です。夜勤明け。休みだからいいけど今日。あ、そうなの。休みじゃないじゃん。休みじゃなくなっちゃった。休みじゃないじゃん、ムランさん。おい、どうやって配信すりゃいいんだよ俺今日。え、傍聴したの中国人だぜ俺。いいじゃん、もう暇だから。だから村野さんは外で配信やってればよかった。なんで来た、なんで来たんだろうと思って。な。ね。外で配信して待っとけよかったよ。そうだよ。外で配信して待っとけよかったんだよ。中国人の、なんかあの、うん、刑事裁判ずっと傍聴してた。中国人の。暇だったから。暇だったから。あ、ここの法廷、なんか空いてる、みたいな。入ってて。あ、自由なんだ。それで入ってって。あ、そうだけど、やっちゃうとこだけが。あ、刑務所行かないっすね。もう執行猶予で、もうそのまま深夜中帰ってこれるよ。だから何も持ってなかったんだろうね。でもしてたんだろうね、だからね、深夜中。かもね。うん、普通に執行猶予だよっていうふうに、多分言われたんだろうね。あ、ブラドさん傍聴できない。なんかリスナーさんがいて、なんかその、あ、中村くんですよねって言って、これどうぞって言われてもらった。懲役10ヶ月の意味は？いや、だからなんか悪さしたら、その悪さした分、プラス、10ヶ月。そう、10ヶ月乗るの？ 10 ヶ月乗りますよっていう風になったんじゃない？だから。だから懲役10ヶ月を、4年間猶予しますっていう。うん、そうだね。そう、執行の執行猶予を猶予しますよっていう、そういうことだと思うよ。ためあった裁判官。いや、ない。ためなかった。ない。あれ普通は懲役10月に処するってちょっと間があるんだよ。ない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 。ただし でただしって言うんだけど、うん、ためなかったんだ。あんま止めてない。嫌な惨事はね、ためるんだよ。あ、そうなんだ。わざと。悪い、わざと貯めるんだ。えって思うよ。4年も我慢できるかな。いや、できないでしょ。無理だよ。そんな。村田さん、ここだとね、江戸川区の方見えちゃうね。いや、だから中央通り行って、秋田の、うん、上野？違う、湯島。で、上野方面に行けばいいんでしょ？うん。じゃ中央通り行っちゃうから。警察沙汰になったらどうなるんだろうね。え、大丈夫だよ。警察沙汰は大丈夫でしょ。うん。懲役の
2.5、2倍が平均的なのに執行猶予4年ってなかなか長くて受ける。あ、そうなんだ。まあだからそんだけインフルエンサーってことからでしょ。まあでも過去からもさ、逆に10年間何もなかったのが珍しかったの人だから。うん。10年間何もなかったじゃん、だって新野町。いろいろ軽犯で持ってかれてるからね、あの人。うん、10年間何もなくてって感じでしょ。4年後やっちゃう何歳。それは言ったらまだ嫌われるよ。それぐらい嫌われるんだ、ダメだね。嫌われちゃうよ、言っちゃった。ライブドアネットニュースにもなったもんで、今続々と新やっちょの家にあのコロワキミュウツー集まってます。でもさ、そんなのさ、もうひたすら無視してさ、なんかその無視すればいいんだもんね。でもね、だって、はい、だって家入ってきてたらもうあれだもんね、捕まるもんね。捕まる。基本マンションのエントランスも行けないんだけどね。でも大家さんがそれは被害届を出さなきゃいけないから、やっちゃう被害届を出せない。続々と、そう、続々と今うんこ食いをしに頑張るってね。あ、これだ。そう、それそれそれ。分かりました。ミュウツーっていう人、あれはね、あの病気だね。だってあっちこっちバンになってるからね。うん、もう全部でしょ、だってニコ生もキャスもフワッチもダメでしょ。うん、だからツベラでしょ。ツベラにやってる。でもツベラやるんだったら、あ、まあでもツベラの方がお金になるのか。でも結構なんかね、スパちゃん飛んでるよ。あ、そうなの。うん、で安定して2、300いるみたいだもんね。今回やっちの件だから600いってんじゃないの。うん、また煽り散らかすんだろうからね、年齢のことでしょ、ね、そうそうそう、そうなんだよ。ミュウツー翼の塔にもなんか頑張ってるよね、だからね、うん、頑張ってる。だからもう、あ、もうその手段がないじゃん、もう。なんていうの、あ、上がっていくための手段がないから、もうなんかいろんなところにもうなんかちょっとでもチャンスがあればそこ行くよね、ミュウツーはね、もうね。うん、ミュウツーさんはね、あれなんかクビになったんだよね、翼の塔は。翼の塔ってそもそもまだあんの。だってみんな逮捕されなかったっけ、みんな。いや、存在してる。だって俺も翼の塔乗ったもん。あ、そうなんだ。うん、で、あれで、秋葉原で、ベンチャーさんに、村さん来るみたいな、言う、ちょっと乗らしてよみたいな感じで、俺も乗って、で、翼の塔から別にマイク使ってもいいよみたいな感じ言われたから、小池百合子さん頑張ってくださいとかっつって。小池百合子さん、うん、秋葉で演説したから、ちょうど今立ってる時に、思いっきり声入ってるからね、俺の声が。執行猶予中に何をしたら実刑になっちゃうのって。基本的に起訴されたらアウトだと思う。だからそれ何が起訴されるかだよね。難しいよね、うん、でもね。だから、ルイハンはもう当然無理。うん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 。だから暴行とかで罰金はギリセーフかもしんない。罰金ギリセーフ。罰金は、うん、ギリギリ大丈夫。あ、なんとも言えない。あの人のことだから。犯歴多すぎるから。でもやっぱね、悪さあんましない方がいいね、うん、ネタになるかも。ねえ、箔はつくかもしんないけどね。箔なんかつかないだろ。箔はつく、配信者としての箔はワンチャンつくかもしれないけど、ちょっとよろしくないよね、あんまりね。懲役10ヶ月軽いよな。村野さん記者みたい。ブランさんは今、俺と同じで眠いです。眠いです。ちなみにここ、ま、ずっと曲がったところあるんだけど、うん、俺の家ずっとまっすぐ行った。もともと築地に住んでた。築地以上。中丸くん、車どうしたん。ぶつけたら火事になるね、やばいよ。俺の車家にあるよ、全然ある。あ、車持ってる。あ、車持ってるよ。あ、TJ さんにね、おすすめされて、あ、それにするって言って、かっこよかったから。
何乗ってんの？ラブ4っていうから。ああ。もうでも、ほぼキャンプ、キャンプ専用車みたいな。デブ4、おで4だな。おで4。何円だった？何円？何円？初めて聞かれたのに何円って言われたの。ねえ、小学校じゃねえんだからさ、何円とかじゃないよ。何百万とかだよ。ローン？うん、一括。金あるね。まあ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 。金ある、そんなないけど、借りた、150万ぐらい。借りてねえよ。3円ぐらい？あげねえだろ。ちょがマシンガントークすぎて仲間の中へが落ち着いて安らぐ。いや新やっちゃ今さ注目めっちゃされててでもすごいね暴れ回ってると思うよ。優越感に浸ってんじゃん。優越感とかもそういうのすごいと思う今。興奮しちゃってんだよ今。やっちゃアドレナリンってなってるから。アドレナリンドバドバだよ。ドバドバやめられないほどドバドバだよ今。よだれが垂れてるよ。うん。やっちょの X いつも長文で全部読んだことない。いやみんなそうだよ。俺も全部読み切んないもん。途中で疲れてね。途中で疲れてもういいや、もうやっちょいいやってなっちゃうよねあれね。いやちょっと懲役ついたから。いやついなんか懲役10ヶ月の執行猶予4年だから入らないよ。でもさ、あんだけさ、X でさ、いろんな配信者ディスっちゃったからさ、敵が多くなったよね、またさらに。俺そんな深い絡みはないからね。うん。別に。ライブ屋だけやっときゃ問題ないね。ライブだけやっときゃ。もうずっと。かもなく、不可もなくだから。ひたすらにライブやっときゃいいよ。執行猶予いらんかったよな。でも、4年間、えぐいよ、多分。だから、こっからね。うん、えぐいだ。なんかしたら実刑4年つくかな。実刑10年10ヶ月つくんだからね。プラスしさらにプラスアルファでね、うん、罪を犯したらなるんだからまずいと思うよ大原に。まあ酒深夜っちょに酒を飲ましたいっていう人は増えるだろうね。増えるだろうね。めっちゃ増えるだろうね。アルコールは、うん、またフェイがすり寄るぞ。大原さん大好きだからね。あのちなみにもう深夜っちは大原さん切ってるからね。ちなみに切ってるよ。もうフェイさんだって大原さん大好きだから。ちなみにその深夜っちの弁護士との電話の内容、うん、全部 X とかに上げてたから。マジで？あ YouTube に上げてた。言われて消したけど、それ深夜ちょ無事切れ。でもフェイさん今女ボケしてんでしょ。あ、女ボケしてる。だもう配信者を辞めて事務所業をするって言ってんだけど、一向に事務所を開かないって。いや無理に決まってんじゃん。そもそもあのランちゃんに食いついてること自体俺はおかしいと思う。あの女は食わせもんだよ。食わせもん？あれは？食わせもん？ランちゃん。食わせもんだよ。もうねえシルバープラスだからね今。一つじゃあ暴露してあげようか。うん、して。俺モグモリの周年遊びに行ったのよ。うんうんうん、うん、で喫煙所にいたの俺。うんでランちゃんが上にいて、うん、で水にはもういたのかな。フェイさんも。うんでまあ向こうは普通に漫談してて、うんでじゃあまあフェイさんとそのランちゃんがタバコ吸ってて、まあ、水曜終わったお店内に入ろうと思って、うん、でお酒飲んでるからその女の子が転ぶのかなと思ったら俺、ねうん、抱きつかれて思いっきりキスされたもんね。ランちゃんに、うん、いや俺は転倒するから危ないなと思ってこれ支えてあげようかなと思ったらもうキスをされてキスされて、この女怖えわみたいな。こういうのが地雷なんだなと思った。誰でもキスしようとしてくれないあいつね。ランちゃん、ランちゃん
食わせもん、食わせもんだよ俺は。いや、あいつはマジやばいよ。中村くんもされたいの。ノーコメントで。バイトおで襲われた。俺おで襲われそうになったよ。そうになった。そうになったね。その当時はアンナちゃん好きだったから、アンナちゃんアンナちゃんでね。ごめんなさいってやってたけど。中村アンナの乳もな、生乳もんだよ、アンナちゃんの方が。すんごい柔らかかった。でかかった。あの、いっぱい、あの、手いっぱいにおっぱいあった。アンナちゃん。右手で。アンナちゃんがこうやって手首掴まれて、おっぱいのとこまで誘導されて、生乳をもう手いっぱいまで握って、その足かも、手掴まれて、ムニムニした。ムニムニ、そう。いっぱい。完全に誘惑っすね。怖えよな、そういうの。いや、全然そこで恋とかじゃないよ。全然前からだよ。もう全然前から。なんで俺がアンナちゃんのこと好きになったか気になる？いや、すごい簡単で、なんか、うどんを一緒に食べてたんだよ。うどんを。うどんをアンナちゃんと一緒に食べてて、俺が食べ残したものをアンナちゃんが食べてて、それで好きになった。ちょろいな。それで好きになった。アンナちゃんがなんか俺の食べ残し食べてて、まあ、それで好きになった。え？今も好きなの？だって好きって言っても意味ないもん。まあね、配信やってるのネタにされて終わるよな。最終的に好きになってもさ、辛いだけだもん。ブスはブスは辛いだけです。人のこと好きになってさっさと連絡取ってる、もう嫌だよね本当に。さっさなんかと連絡取ってさ、何が楽しい。佐々木と俺どっちがいいの？佐々木と俺と。しくじった。マイケル・ジャクソンと写真撮っときゃよかった俺。マイケル・ジャクソンあれ無残だね。あれ無残。あの無残相当コミュ障だよ。あ、そうなの？すっげえ目泳いでたもん。泳いでた。ちょっとシャチレイズ使ったよ。超眠たい。疲れたよ。疲れた。俺も今日朝6時から動いてるからね。朝6時からずっとやって動いてるからね。俺夜中の2時から動いてるんだけど。やばすぎ。俺次の恋？ねえ。いるかね。新野町？懲役10ヶ月執行猶予4年。のせんは野町のマネージャーをするらしい。もういいじゃんね。TikTok でね。深夜庁こそね、事務所開けばいいんじゃない？悪名はあるけど、あれは。でもそういうまともな人がそばにいないとやばいよ。もう少し秋葉だね。旦那の箸使いたくない。わかる？ポポさん元気わかんない。ポポさんは知らない。では帰って寝とふりが見たいです。いや、あのシャワー浴びて寝たいですね。あ、これ右左だね。村の野鳥のマネージャーやれよ。いや、死んじゃうよ。やだよ。死んじゃうでしょ。生活できないよ、新野鳥の。ちょっとね、思考回路が変わってるからね、うん、短時間しか入れないよ。一日中一緒にいたら頭おかしくなっちゃうよ。
や、ちょっと一日一緒にいれない。ああ、まあね。そりゃね。しきちゃんいないよ、しきちゃんいない。全然いなかった。喧嘩してるんでしょ？だってしきちゃんと今。なんか。絶縁してるんでしょ？村の配信しないなら寝るぞ。どうする？しないでしょ？でも。疲れたでしょ？とりあえず俺もシャワー浴びたいよね。うん。一旦家帰って考えるよ。あ、なるほどね。いや、手土産中国人包丁してきましたってかなりかっこ悪いよな。ランちゃんの新事実です。村のランちゃんに抱きつかれキスされてました。新事実。右行った方がいいんだっけ。これはまだまっすぐだね。執行猶予でよかったね。まあいいって考える人もいれば、良くないって考える人もいるのかな、うん、俺だったら勤めに行っちゃった方がいいかなって思う。楽、後から自由に動ける、うん、4年長いよね。保釈金返ってくるんじゃない？200万の200万、あ、その保釈金ね。保釈金200万返ってくるよ。いや、弁護士に電波は取られるよ。取られんの？うん、手数料で電波は取られるよ。20万。うん、弁護士もそれが仕事ですから。保釈金から欲しいと。テンパー取られてる。じゃあ200万払ってるの180しか返ってこない。あ、テンパーって 10% ね。そう、 20% って超えた今。え、テンパーだと180。あ、どういうこと？200万払ってるでしょ。だから200万取られるから180しか返ってこないよ。あ、そういうことね。あ、ここ右ですね。大原さんはそれを敷地に、大原さんはそれを200万円を敷地に返さなきゃいけない。だから20万マイナスしてるね。だからその20万円は多分大原さんが払うんじゃないの？さすがに。さすがに払うんじゃない？え、でも敷地ちゃんが金出してんだったら、そんな仲悪いわけじゃないんじゃないの？あ、それは仲良かった時に出してる。金の切れ目が縁の切れ目ってやつですか？返さなかったらもう、やっぱしきちゃんもね、文句言うんじゃない？返せよ！お金20万返せよ！ってなるんじゃない？一文着ありそうだね。一文着あるんじゃない？返してよ！ってこと。20万の穴埋め結構きついでしょ。まあ、新やっちゃだったら余裕ないじゃん。次は賠償金？あ、だってそれがあるんだ、それもあるんだからね。深夜っちょさ、どこで、も待ってんだから、どこで収入得てるかバレてるから差し押さえ余裕でされるわけじゃん。実機より執行猶予年の方がやっちゃきつそう。留学が民事もやればいい。されたら地獄だよ。地獄でしょ。地獄。あれ、どこグループだっけ留学って。どこだっけ、何グループだっけ、あそこ。でも最大手だよ。大手でね。焼肉の最大手だ。きついよ。村さん、多分ここら辺だと思う。まだ秋葉だよ。え、まだ行く？こっから。もうちょい先だよ。もうちょい行く？村さん。もうちょい希望？そこなんだよね、あの湯島。あ、そこだっけ？うん。もうちょい行く？いや、なんかもっと今度だんだん離れてるよ、こっちから。え、でもまだ秋葉だよ。ここ湯島って。もうそうだけど、これ以上行っちゃったらもっと離れてっちゃうよっていう。あ、そういうこと。じゃあここで降りるわ。だから湯島、あ、これが湯島なの。これ湯島、湯島駅。じゃあここら辺で。あ、そこも湯島駅なんだ。村さん、ありがとうね。楽しかったわ。いい、楽しかったよ。もう久々にアクティブしたよ。アクティブ村のだったね。たまにはやんないとね。アクティブ村のね。よいしょ。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。村野さん、村野さんもまたね。村野さんでした。ありがとうね、村野さん。またね。またね。家近いからね。あれ、忘れ物ないよね。さすがに分かって。村野さん、俺はそこまで沼じゃない。村野さん、マジで俺はそこまで沼じゃない。これを忘れるほど俺は沼じゃないよ、村野さん。じゃあまたね。じゃあね、村野さん、バイバイ。
ありがとう。ありがとう。帰るかみんな。帰りにお弁当買ってこ。帰りに。すごい。